Good evening. Let's begin. ページ50です。いきます。昨日の続きですね。SVC。いや、4つ目があったんですね。4番。何々に思われるを表す動詞。はい、では彼は普通のように思われた。カメラマン。思われた。シルクスって何ですか。これは見えたでね。はい。何ちゃら。Like ordinary. He appeared. で、普通の人、ノーマル使って。Ordinary people. Person. あだね。あ。Ordinary.Person ですね。そうです。Appeared 思われたと。そのようにこう、Appear ってわかる？はい。現れるね。そうそう。Appear。はい。でここで SVC の文型で注意すべき動詞というのが書いてあります。50ページ。SVC の文型で注意すべき動詞。SVC の意味上の分類には入らなくても次のように SVC の第二文型となる場合があると。She died young。 これ日本語の意味何でしょう。彼女は、はい、若くして死んだ。そうです。彼女は若くして死んだ。彼女若いが一緒だったんですね。で死んだ。 SVC なんですね。で普通はこれ 何を言ってるかというと、これ形容詞なんですね。大体もこれで、まあ、全体では名詞の役割を果たしてますね。彼は、まあ、名詞の役割を果たしてる説か、しかこれ形容詞とか、シルクは滑らかだと、手触りが滑らかだ。これ英語で何て言いました。シルクなんちゃらスムース。そうですね。フィルス。そうです、よく覚えてました。シルク、フィルス、スムース。これ主語、動詞、保護ですけど、これ形容詞ですね。そうです。だと昨日誰だっけ、まあいっか。でもこれはですね、形容詞じゃないんですね。She died young。 これは品種で言うと副詞ですね。副詞。昨日はしょうこちゃんがよく ly をつけちゃって、動詞にしなくていいところで動詞にしてちゃったんですね。だいたい基本的には動詞、副詞というのは ry が最後につくんですけど、これついてないんですよね。ヤングリーじゃないんですよね。これほとんどは例えば she died、 いきなり死んだ。彼女はいきなり死んだ。そうです。さあ、でに突然死んだ ly では、意外にも死んだ。意外にも。unexpectedly って言いますね。これちょっとスペル怪しいですけど、 unexpectedly。 だいたいこれ副詞、急に死んだ、意外にも死んだみたいな。
形で、アドバーバー動詞をもっと詳しくするわけですけど、これは RY ないんですね。だから単語によります、これね。だから必ずそういう時は辞書を調べてください。で僕のおすすめはですね、 AA 辞書を見ることですね。で AA 辞書でこのヤングというのを見る。例えば、ケンブリッジのアドバンスドラーナー、上級者用のケンブリッジの AA 辞典を見ると、ヤングでこう例えばアジェクティブっていう意味があるわけですよ、ヤングは。ところが、アドバーブというのが書いてないんですね、ケンブリッジには。ところがオックスフォードの上級者用のやつを見ると、やっぱりアジェクティブとアドバーブ両方ついてます。なので必ず辞書も1冊じゃなくて2冊持って、2冊でいつもダブルチェックをするとより理解が深まりますし、分かりやすいですね。まあ、それは予備知識で、次いきます。次の彼の話は奇妙かもしれない、でも本当なんだよ。彼の話は奇妙かもしれない。 His story、奇妙かもしれない。でも、but、本当なんだよ。そうです。But it's true。では、はい。奇妙。Strange。はい。彼の話はなんかおかしい。でも、本当なんだよ。His story sounds strange。そうです。Sounds strange。すごいね。But it's true。で、次。あなたの夢はもうすぐ叶いますと。あなたの夢はもうすぐ叶います。 Your dream、うん、叶います。 Your dream come true。 Your dream 何？ come true。 もうすぐはどこ？ soon。 Your dream come true soon。そうですね。なんかファイナルアンサー？叶うだろうだったら Your dream will come true soon。 そうですね。 Will come true。 そうですね。それかこの soon がここに来てもいいですね。 Your dream will soon come true。 まあどっちでもいいです。